それじゃあ、川沿いでございます。どうぞよろしくお願いします。この、職員組合の研究紹介ミニ講義っていうものの第1回目をなぜか私がやることになりました。私も紹介にあったと思いますが、2004年に、中央執行委員長をやって、この部屋、今、事務所の中の中央執行委員会がやっていた部屋ですけども、そこに、十数名の方がお集まりくださって、同時に、こういうふうにそのユーストリームというを使って、配信されるということで、少し緊張しています。この、ミニ講義がどういう趣旨で始まったのかはよくわからないところあるんですけど、職員組合には教員組合、教員部会というのがあって、教員部会の活動があまり最近活発でないということもあって、自分の専門のことだったら少しはなんかしゃべるやつもいるだろうということで、ほいほい乗ってしまったということだと思います。それで、